こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は口実美休です。いつまでも虚しく日を費やして物事が長引くこと、使い方は口実美休、いたずらに解決を引き延ばしてはならないなどと使います。それでは口実美休を楷書で書いてみます。口実美休を行書で書いてみます。それでは今から口実美休を草書で書いてみます。それから口実美休の創作作品を書いています。
最後までご覧いただきありがとうございました。